今回の動画では屋外でうまく動画を撮影する方法を紹介するよ。 Vlog やミュージックビデオなどの撮影に活用できるので、ぜひ最後まで見てね。皆さんこんにちは。ワンダーシェアフィモーラのカレブです。今回は賑やかな公園や人通りの多い通りなど野外での撮影方法をご紹介。ユニークな場所や面白い建築物で撮影するのはとても楽しいよね。そう、カラフルな壁画や美しい自然の景色のように、ただ視聴者を魅了する美しい景色は必然的に多くの人を引きつけるから撮影しにくいこともあり得るんだ。今回紹介するコツを活用すれば Vlog など人の多い野外での撮影がよりうまくいくはず。その前にフィモーラはもう試してみた？まだフィモーラをダウンロードしていない方は公式サイト fimora.wondershare.jp か概要欄のリンクにアクセスしてね。まず持参するライティング機材について見ていこう。外で撮影するときは機材はできるだけ軽く少なくしたいよね。僕らはカメラ、三脚、マイクは持っていくよ。ND フィルターや予備のバッテリー、SD カードも外せないね。外は風があるので、マイク用の風よけがあると音質が良くなるよ。ロードワイヤレス GO のようなラブマイクを使うのもいいと思う。これが公共の場であまり目立つことなく、高品質な映像を撮るための最もシンプルな持ち物セットだよ。今回撮る動画で実現したいのは3つ。まず、一人の登場人物がカラフルな壁画の前でアクションをしている様子を撮るんだけど、関係のない人が入り込まないようにしたい。これは結構難しいことなんだよね。そして、他の人の声や周囲の音が入らないように綺麗な音声を録音したい。さらに、簡単ではないんだけど、日陰の路地で適切なライティングで撮影したいと思ってるよ。人通りが少ない朝早くに現場に行こう。日差しも柔らかいので撮影しやすいよ。また仕事や学校に行っている人が多い平日の撮影がおすすめだよ。現場に着いたら人物と背景バランスを見てちょうどいいアングルを探そう。あまりにワイドだとこんな風に知らない人が映り込んでしまうよ。なので中程度のクローズアップで撮影するのがいいと思う。人物の近くで撮らずに遠くからズームで撮ると間のスペースに他の人が入ってきてしまいやすいよ。背景は OK なので邪魔が入る前に素早く録画ボタンを押して人物がシャボン玉をしているシーンを撮影しよう。必要なシーンを撮ったら他の人の迷惑にならないようにすぐに退散するのを心がけてね。この映像もなかなかいいけどライティングするともっと良くなるはずだよ。人の多い場所での撮影なので大きなレフ板や遮光板、ライトは使いにくいね。なのでこの小さな LED ライトを持っていき日陰で撮影することでレフ板や遮光板を使わなくて済むようにしたよ。いい映像が撮れたところで音声の収録に挑戦してみよう。例えば人物の自己紹介。この音声には風切り音と周囲の音が入り込んでしまってるよね。僕らは通常風よけを使って音声に風の音がなるべく入らないようにしてるよ。このテイクは問題なく聞こえるかもだけど、他の人の話し声や車のノイズが入っていて人物の声が台無しになっているよ。そんな時はフィモーラ11でアフレコして音声を取り直してみよう。まずアフレコしたいクリップをタイムラインに配置し、右クリックメニューからミュートを選択。元の音声をミュートして再生ヘッドをそのクリップの先頭に合わせ、録画、録音をクリックし、ボイスオーバーを録音するを選択。次にデバイスを選択し、カウントダウン時間を設定しよう。3秒でいいと思うよ。録音をクリックし、ナレーションを録音しよう。できるだけ映像に合うようにしてね。うまく合わせるためには何度か試さないといけないかもだけど、ビデオの品質を高めるのに重要だから
頑張ってみて。このテクニックはほとんどの映画で、特にアクションシーンのセリフによく使われているよ。ではクリップを再生して、どんな風に聞こえるか確認してみよう。 Hey, this is Aria from Wondershare Filmora. 以上、屋外でいい動画を撮るコツでした。あなたのお気に入りの撮影スポットをぜひ下のコメント欄で教えてね。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とベルボタンをクリックして、最新の動画情報をお見逃しなく。 Keep Creating! またお会いしましょう。